おはようございます。えー、タネタネジャスト、えー、フリートークコーナーです。えっ、ー、といつもね、実はこれ夜撮影していることが多いんですけれども、今日は今12月10日、えー、朝のほぼ10時ジャストです。珍しくちょっと朝、あ、今土曜日なんですけれどもね、えっ、ー、朝一発目で、えー、今日は撮影を行いたいなと思ってます。 はい。で、えっ、ー、とー、今日ね、ちょっとテーマに選んでみたのが、いつもね、あの、学生野球ね、あの、取り扱ってますけれども、今日ちょっと、ね、社会人に、あの、注目をしてみたいなと思ってます。で、今日こちらのテーマです。いはい。ちょっとキャッチーに作ったつもりです。えー、消えてない天才たち。社会人軟式野球の世界ということで、本日はお話をしてみたいなというふうに思っています。 とえーまあ、社会人野球といえばね、あの夏頃でしたっけ、ね、東京ドームなんかで行われていますあの都市対抗野球だとか、まあ、あ,とあの大阪の京のセラドームでやっているあの全日本選手権でしたっけ、日本選手権でしたっ、ね、あの,辺りの、ね、あたりの華やかな大会というものを、まあ、想像される方が、まあ、大多数でないかなと思います。まあ、僕もも実際そうでしたけれども まあ、あの所属してる選手なんかも、えーまあ、かつて甲子園に、ま、あの出たことのあるスター選手であったりだとか、まあ、その彼らが、ねえーとまあ、即、えーまあ、プロ入りを避けて、えーまあ、数年間この社会人チームでさらにあの鍛えてですね、えーまあ、プロに、まあ、進んでいったりだとか、まあ、その他大学野球のマスター選手が、まあ、引き続き、えーまあ、プロにはね、えーまあ 入れなかった、入れなかった、まああの、呼ばれなかったんだけれども、この社会人野球で、まあ、さらに力積んで、えーまあ、ここからね、またプロに行ったり、まあ、あの仕事しながら、この社会人野球でやっていく、まあ、なので、本当にこの社会人野球って、かなりこのレベルのね、高い、ハイレベルで、えーまあ、華やかなあの舞台というものをあの想像される方あの、多いと思います。 あの僕もね、えっと、学生のこの軟式野球に関しては以前にもお話ししましたが、まあ、一応、まあ、僕もね、まあ、所属だけみたいな感じでしたけれども、まあ、していましたので、えーまあ、学生の方はね当然そういった意味で存在していたんですけれどもこの社会人軟式野球っていうのは僕は本当に僕自身も今年まで実はイメージ全く持ってませんでした。まあ、社会人で軟式野球といえば いわゆるまあ今日ね朝の10時、えー、土曜日の10時ですけれども、まあ、こういった時間帯に、えー、まあ東京だったら多摩川の、まあ、河川敷とかでよくあの早朝のね、えー、まあ草野球なんかをね楽しんでいらっしゃる方大勢いらっしゃいますけれどもやっぱそういうイメージがすごくあったですけれどまあなんか突然ですね今年の夏 まあ夏といっても,も9月ぐらいだったと思うんですけれども、えー、なんとなしにふと検索してみたくなったんですよ社会人軟式野球なぜか突然思いついてで、えー、まあネットで検索をしてみてで出てきたのがあの東京のスリーボンドっていうあの企業チームなんですけれどもね あのかつてここはあの公式もやっていて都市対抗かな,なんか出たことあるらしいんですけれども今は、えっと、公式野球の方は、えー、持っていなくて軟式野球の方だけのチームになってるんですけれども、まあ、そういったチームがあるということを知りました。で見てみるとここの選手たちが本当に所属されている選手が、えー、もう甲子園出場している経験があったりだとか、えーまあ、大学野球の経験者であったりだとか。 あここにこういう選手たちが、まあ、いたのねっていう、まあ、その他のこのライバルチームとかも見ていても本当ににんかすごい選手、えー、と他にホームページ出してるあの会社会社というかあのサッカーのベルディってあるじゃない東京ベルディあの東京ベルディもこの軟式野球チーム持っているみたいでここも見ていてもっ、えー、元プロの選手がいたりだとかですね本当すごいんですよこの東京のこの社会人軟式野球っていうのが。 でえー、と秋の東京大会だったと思うんですけれどもちょっと今日あの、スリーボンドの中に、まあ後で、ね、ちょっとで、えー、その選手紹介しようと思ってるんですけれどもちょっと気になる選手が実は1人いてあちょっと見てみたいなと思って同じ、えー、球場かの方に、えー、スリーボンドとあとどこだったっけな三光、えー、電気工事 とあともう1試合見ていてえー、っとすみませんちょっと今名前出てこない、えっと、JA 町田とごめんなさい、えっと、今名前急にドバスレしちゃいました、はい、の2試合ちょっと見てたんですけれどもあの本当にね何でしょうまあ公式な社会人野球はそんなね数は少ないんですけれどもまあ感染して、えー、感染、まあ、経験といいますかあるんですけれども。 ももう何にも変わらないですねその試合前から本当に真剣のその草野球まあ草野球時代な何だろう否定するとかじゃ全然ないんだけれどもあれも楽しむものじゃないですか。それでそのお客さん入れて、えー、っと本当にもう見ていただくみたいなところの、えー、野球っていうところで本当になんか変わらない真剣さで、えー、あともう一個ちょっとあの何でしょう衝撃を受けたのが。 式野球学生軟式野球ってあの何度か、ね、ここでもお話ししましたけれどもやっぱり、ね、スピード性だとかパワーというところに関していくとやっぱボールそのものが、まあ、いわゴムのボールを使ってますのであの物理的になかなかその速いボール投げられたりだとか、えーまあ、フェンスオーバーの,、ね、あのホームランなかなか出ないあの世界なんですけれども。 この社会人軟式野球は本当に驚きましたね。今ちょっと JA 町田市って名前出しましたけど JA 町田市っていうチームがあってここのピッチャーも本当に絶えずこの同じ球場、まあ、スピードガン表示出てたんですけれどももう140本当にどん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 出していくんですよね。でバッターもこの140キロの,そのストレートを本当にポーンとフェンスオーバー打ったりだとか。 何でしょう本当に学生軟式野球とはまたちょっと一味違うあのパワフルなあの世界でしたでちょっとまあそれがきっかけで、まあ、興味持ってあのどんどんねちょっとこの社会人軟式野球、まあ、調べてみたんですけれども調べれば調べるほどですねあの本当に興味深い選手の名前が本当にさまざまなチームにいることを、えー、知ったので今日はそういったところをお話ししてみたいなと あの学生軟式野球以上にこの社会人軟式野球って情報が本当に少ないんですよね少ないだけに、まあ、この今日のねタイトルに入れた「えー、まあ消えた天才たち」みたいなとこちょっともじらしていただいて「消えてない」って打たせてもらったんですけれども、まあ、情報がないからどうしても、まあ、そういったメディアなんかもし取り上げるとすればそのまあ消えた扱いなんかに、まあ、なっていくこともあるかと思うんですが。 この、ね、本当に社会人軟式野球に目を配ると本当に思いもよらなかった、えー、スター選手が本当に今もね何、えー、でしょう、ま、表舞台っていうところからはあの、ま、本当に消えちゃった状況になっちゃってるかもしれませんけどいまだに本当にもう現役バリバリで。 えー、野球選手ですしあのもう本当に、ね、今お話ししたように表舞台ってところからは離れちゃったような状況になってるかもしれないんですけどもこの、ま、いや、まあ、この日の当たらない、えー、なんだけれども本当にハイレベルなんですねあの野球をぜひ、ねまあ、紹介したく、まあ、今日はですね、えー、社会人男子野今日ちょっとお話をしています。 で今回はですねあのじゃあ具体的にどういう選手があのいるのかっていうのをちょっと調べてみたので、えー、ま いつもね、あの、東京中心にちょっとお話しすること多かったんですけども、今日は僕の地元、京都の方にちょっとスポットを当てて、京都の高校ゆかりのスター選手たち、こんなところにあの時のあの選手がいたよっていうところをちょっとご紹介したいなと思っています。あの、ちゃんとホームページ等々で公開されている選手情報なので、まあ、多分公開情報だと思っています。 はいえー、まあ情報少ないんですけれどもね、あのぜひぜひ、本当に彼らのちょっとプレーを、ね、あの再び観戦できるチャンスなので、本当、ずっとお話してますけど、軟式野球って、本当、どこの大会もた、ね、だが多いので、得ですからね、本当に、彼らのプレー、本当、ただで見れると、本当、得だと思いますぜひね、あの来年、えー、もう今ね、12月入っちゃってますので、まあ、大会も休んでるところ多いですけれども、まあ、来年春ですね、まあ、ぜひグラウンドに。 足を運んでいいいただければなっていう,ふうに思いますでちょっと早速その京都のね、えー、いくつか選手、かつてのスーパースター選手たちが今ここにいるよっていうところの紹介をさせていただこうと思いますが、まず、えー、一つ目。 チームとして、京都にある、あの、社会人軟式野球の強豪チーム、クラブチームになるんですかね。スーパードラゴンズっていうチームがあって、このスーパードラゴンズに所属している選手、じゃあまず一人目、えー、高原選手、覚えてますかあの、2005年、第87回の夏の甲子園、準優勝した。 京都外大西高校あの決勝戦で北海道のあの今ねヤンキースで活躍しているあの田中投手マー君マー君とあの駒大苫小牧ですねと最後戦って、えっと、決勝戦確か5対3だったかな敗れたの京都外大西高校のあの4番バッターですよあの甲子園全国準優勝の4番バッター高原選手が、えー 今ホームページ見てると、えっと、2019年12月で更新されているので、えー、今本当に現役でですね、えー、所属されていらっしゃるようです、はい、さらにこのスーパードラゴンズ、えー、とその高原選手が甲子園に出た3年前ですね2002年第84回に甲子園出場していますあの東山高校あのー、当時ですね えっとあの時の京都ってその後ソフトバンク等々で活躍したされたあの京都学園高校の大隣の投手あの近畿大学からねプロに入った。 あと、えー、同じく高卒ですぐにプロに入ったのかなあの福知山整備から、えっと、横山選手と大原選手っていたと思うんですけれどもあの春の京都大会、えー、春の、えっと、近畿大会し礼しまし近畿大会で、えっと、京都学園が確か優勝して準優勝があの大谷交換の谷子がえ準優勝して確か平安も出場して。はい 3位か何かって,ってもとにかく近畿勢上位3チーム全て京都勢が取ってあの相当ハイレベルだって言われたあの年があったと思うんですけどもあの年に夏の甲子園に出た東山高校ですその時にあのレギュラースタメンで出場されていた選手今堀選手がですね、えー、と今このスーパードラゴンズに所属されているようです。 あの甲子園では確か長野の佐久長聖にあの初戦でね敗れちゃいはしましたけれどもあの時の選手ですね今堀選手が所属していますさらに今ホームページには、えっと、もう名前が消えちゃってるのでもしかしたらもう引退されちゃったのかもしれないですけれどもえっと年代的にはもう少し後ですね同じくあの。 大隣投手今名前出しましたけども、大隣選手のま後輩になる。あの京都学園高校にあの高橋投手っていたの覚えてません。あの中、学校時代に全国大会で準優勝して、あの高校ね。あの活躍えー、まあされた。最後の夏後でこの選手の名前、ちょっと実は出すんですけれども、福知山整備の長岡投手っていたじゃないですか？確か長岡君とあの投げ合ったピッチャーですよね。 彼も、えっと、このスーパードラゴンズにあの所属をしていた時代が時期があったようです。はい、で、えっと、京都の,その社会人軟式野球かなり強いところが多いようなんですけれども、えっと、企業チームで強いのが佐川印刷あの佐川ですよねあの京都の方は分かると思うんですけどもあの稲市沿いの,あの向こう市と,、えー、っと伏見区の区境というか市境というかあの辺りになる会社ですよね。 あの佐川,、ねもうえー、佐川の,この軟式野球部もかなりの全国レベルの強豪チームのようで、えっと、ここも、ねえー、ちょっと紹介したい選手3人、えー、クローズアップしてみましたまず1人目鳥羽高校出身の遠藤投手。 えと第84回の選抜にも出場しているメンバーのようですがあの時は確かゴミ投手がね、えっと、確か福島,、えー、福島の成功学院に確か初戦で敗れましたけれどもあの時はゴミ投手が活躍した年でしたけれども次の年ですね2013年大会あの決勝戦で福知山整備に敗れた時になりますけれどもあの遠藤投手エースとして、ね、大活躍京都で大活躍した投手でしたけれども。 彼が、えっと、今も佐川印刷に、えー、所属をしているようです、されているようです。で、その東,、えー、東山じゃない、失礼しました、鳥羽高校に、えっと、決勝戦で勝って甲子園に出場した、その時出場したのがあのその福知山整備ですけれども、当時福知山整備のエースがの中村り投手、ね、懐かしいですよね。 中村君エースで活躍しましたが、えー、とその時の,あの、まあ、リリーフピッチャーといいますかの木村投手その後仏教大学でも確か活躍されたと思うんですけれどもこの木村投手の甲子園も沖縄小学戦敗れはしましたけれどもリリーフ当番で甲子園の、ね、マウンドも確か踏んでいるはずですけれども、はい、この木村投手も、えー、と今この佐川印刷に所属をされているようです。 でさらに、えっと、もう一人ご紹介したいのが、えっと、2012年の夏の、えっと、だからあれですね失礼しました今のこの鳥羽と福知山整備の1年前の京都ですねで夏の京都大会準優勝しているのがあの京都療養高校。 あの決勝戦で龍谷大平安に敗れて当時の龍谷大平安にえいたのが今広島カープでえー活躍しているの高橋大輝選手ですよねあとあの社会人野球の,あの京都の日本新薬公式の方のえ社会人野球の方で活躍しているあの久保田選手とかえとあ,あと伊垣、えー、選手じゃないや あの時の,あの平安にあのまあ決勝戦で敗れた、えー、京都両用の,あのエースだった横垣君が、えー、と今も佐川印刷にえ所属されているようです。 はいでえっと、続いてはですね、えー、京都のチームで先に行こうかじゃあ京都のチームで行けば福知山の方にある SEC カーボンという会社ここの社会人野球、えー、社会人軟式野球も強い,、えー、強いチームなんですけれども、えっとね、この2人はもしかすると現役もしかすると引退されているのかもしれないですがあのちょっと有名どころの選手2人、えー、ちょっと名前見つけたので紹介したいなと思うのがまず1人目、えっと、先ほど名前 出たと思うんですけれどもかつて福知山整備で第81回の選抜に出場し東京の国士館に勝って優勝したあの西方高校に敗れはしたけれどもあの大活躍ピッチャーとしてね琴の当時ドクターゼロと言われた長岡投手ね福知山さっき話したそのあの王子に進んで社会人野球の王子に進んでで、えー、とそこでも確か都市対抗でもね登板。えーと当番 していますけれども、えー、長岡くんが今、えっ、ー、とその王子を出てこの SEC カーボンに入って軟式野球部にあのいたことはいたみたいです。ちょっとこの SEC カーボンねこのホームページないんですよ。なのでちょっとあのネットの情報を追っていく中で SEC カーボン確かに長岡くんの名前あるんですけれども、ちょっと今もえ所属されているかどうかはちょっとわからないですが、あの SEC カーボンにはあのいたことがある。今もいらっしゃるかもしれない。 でもう1人、長期にわたって、えー、っとキャッチャーとして活躍されたみたいで今、ちょっと名前が見当たらないのでもしかするとこの選手もひょっとすると、えー、一戦は引退されているのかもしれないですけども坂田選手って龍介さんで会っているのかなあの年代的に2008年僕、この選手高校時代見てるんですよ綾部高校で、えーっとね、当時バッテリー組んだ選手が元 巨人にいたあの杉山投手、阿部に杉山投手、秋野投手って言いましたよね。あの右の百五十キロ近いスト,ストレート投げる大型投手として当時話題になったの阿部高校。確かの春の京都大会でえっとベストエイトいってるんですよ。僕はこの試合を見に行ったあの記憶あるんですけれども、この時のキャッチャーだったえっと坂田さんが、えー、っとこの S.E.C. カーボンに長きあの活躍をされています。 ちょっと今もねあのさっきお話したちょっとホームページが今ないので、えー、今いらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけれどもはいそんなところです。でえっと京都の社会人チームではないんだけれどもあの他の、えー、都道府県のチームで活躍されている選手まだ他に何名か紹介したいのが、えー、強豪の大阪隣の大阪のですね大阪シティ信用金庫のここのですねまず一人今エースとして現在エースとして活躍されているのが。 松岡投手この松岡投手ってかつて京都外大西高校で、えーまあ、夏の甲子園とかも投げてはいないはずなんだけれどもあの当時結構んでしたのウェブメディアとかナンバーとかあいたところでもあの取り上げられていた選手なのでご存知の方多いんじゃないかなと思うんですがあの話題の1年生みたいな感じで、ね、当時。 結構メディア取り,扱え取り上げられましたけども京都外大西の松岡投手が、えー、と今この大阪指定信用金庫でエースピッチャーとして活躍されています。でバッテリー組まれているのが、えっと、読み方尾崎選手だってるかなあの彼はですね2010年のだからほぼ高校はほぼ松岡君と。 年齢ほぼ同じなのかな。の、え、か、っと、立命館宇治高校で第82回の選抜に出場されています。えっと、対戦した相手はあ初戦敗退したんですけれども初戦で対戦した相手があの広島の名門広陵高校で広陵のエースが今の日本ハムで活躍しての例の有原投手ですよね。 あの有原投手と甲子園で対決した立命館宇治高校のまあレギュラーキャッチャーだった尾崎選手がその後立命館大学に行ってえっとねこの社会人野球のミキハウスにいた時に僕は京都の若狭スタジアム見に行ったことはあの経験あるんですけれども記憶あるんですけども今はこの大阪シティ信用金庫にいらっしゃってえバッテリー松岡選手と組んでるってところですね。はい えっと、さらにこの同じく大阪でこのシティ信用金庫と、えーまあ、c o を争うチームの一つ厚生信用金庫ここのですね、えー、選手も2人ほど、えー、京都ゆかりの選手見つけたのでご紹介したのがまず1人目、えっと、京都西少高校出身の江畑選手。彼はです、ね、第86回 のえー、っとなのでさっき高原選手の名前外大西の高原選手の名前ちょっと出しましたけれども高原選手の、えー、が2年生の頃ですかねに夏の京都大会で準優勝この時に優勝しているのがあの高原選手も所属していた、えー、っと京都外大西この時のエースピッチャーはあの右のアンダースローの,あの大谷投手 夏の甲子園で、えー、2回戦だったかなあの横浜高校今ロッテで活躍してる西武ロッテとねあの活躍されているプロの涌井投手とあの延長十何回ってあの投げ合った試合あったと思うんですけどもあの京都外大西と夏の決勝戦であの戦って、まあ、残念ながら敗れちゃったんだけれどもの清張、えー、高校のキャッチャーだった選手です。 でさらにですねもう一人いるのがあの東山高校そして京都産業大学と京都ゆかりのチームを渡り歩いた山崎選手彼はですね第45回の神宮大会なので、えっと、今年確か神宮が第50回だったから5年前、えっと、2014年ですかね にえっと、京都産業大学だからだ高校はそれから逆算すると、えっと、2014年から4年前だから2010年前後2010年2009年頃かだから今お話ししていたさっきのあのあれですね大阪シティ信用金庫の松岡君それから尾崎君彼らとほぼ同年代ですね多分ねの、えっと、東山高校の出身の江崎選手もいらっしゃいます。 そして、えっと、ラスト1人、ちょっと名前出したいのがあの今年、ですね僕はこの社会人軟式野球を、まあ、見に行くきっかけになったあこの選手いたんだということで、えっと、ぜひ見たくなったのがですね、えっと、東京そのスリーボンドに所属している石黒選手彼あの、甲子園には出ていないんですけど京都の京都市立堀川高校出身で第85回の選抜 えとあれですね2013年ですあの平安高校が選抜優勝する1年前ですよあの京都商励高校に榎本君って、ね、あの右の剛腕であの二刀流で活躍したあの榎本君いたあの京都商励高校が近畿大会優勝して、えっと、準優勝かベスト4で、えっと、平安高校があの同じく一般枠で2つ京都勢取って。 でこの堀川高校が21世紀枠なの近畿で選出されたんだけれどもまあ、京都3チームになってしまうというところでまあ、残念ながらあの甲子園には出れなかったんですけれどもねあの時の21世紀枠で話題になったあの堀川高校あの時のあのレギュラー選手だった石黒選手が立命館大学を経て、えー、今 東京のスリーボンドにいるっているとうことで実はこのスリーボンドでもう一人田中投手かなあの平安高校出身の選手がいたりだとかですね意外とあの京都出身の,あの選手もいたりするのでまあ僕以外にもねあの京都出身で東京で仕事しているあの高校野球ファンの方多いと思うので是非このスリーボンドなんかも引き続きね注目していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。 はいということで、えーまあ、今回はあの社会人軟式野球の世界というものをちょっとご紹介させていただきましたちょっと馴染みを持っていただきたいなと思ったので最後いろいろとちょっと京都のね、えーまあ、有名といいますか選手の方をあの高校かつの高校野球のね選手をちょっといくつか、えーえー、ご紹介の方をさせていただきましたあの本当には名前を挙げたような選手なかなか新聞等々からはスパッと名前がね 消えちゃった状態になっちゃってたと思いますけれどもまだまだ彼ら現役で活躍されてますので、えー、本当に社会人軟式野球本当レベル高いですよ。本当に本当にレベル高いのでねぜひぜひあのご覧になっていただきたいなと思います。はいということで今回は社会人軟式野球の世界についてお話をさせていただきました。また次回、えー、違うテーマでねお話の方をしていきたいなと思います。それでではは本日はこの辺で、えー お分かしたいと思います本日もありがご清聴の方ありがとうございましたまたよろしくお願いいたします失礼します